マスクをつけた耳飾りの少女に催涙ガスに苦しむコゼット。今バンクシーが私に伝えたいこととは、正体不明のアーティストバンクシーが描いたアートの現場に訪れていると錯覚するような空間です。私たちの電話は誰かが聞き耳を立てているかもしれないし、フェルメールの少女も今の時代ならきっとマスクをしているかもしれません。バンクシーが見ている社会を皮肉たっぷりに表現しています。あなたならこのユーモアあふれるグラフィティアートを見て何を感じるか、ぜひ体験してみてください。